바로 이제 카운트 하시면서 고! 여러분 0 3 2 1 고! 流れるようにスムーズだ。そうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもないって。そんなのはなぜか。なんじゃないはずだ。どっちが貴様ぜ。指導なぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。交換の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ超人的なスピードの本質を。 タイムアタップ並みに攻め込んでる。全然働かない。後ろからじりじり来るような隙がな感じのプレッシャー。どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずだ。相手のドライバーはトラック寄りの戦略で勝つタイプ。 現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。9個前傾だったな。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ関西セイセブザンキラーこんなもんなのか。 期待して過ごした。なんかつまんない。さっさと無事にと終わらせる。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。 だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなでたらめな突っ込みで大外から抜くか。なんだあれは。むちゃくちゃだから早い。おっと。思い出した。 下品でぶち切れてバカっぱやな走り。あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて100万年会えば。お前逃げくるぜ。行けよ、まぶしか。大きな底力見せてやれ。 私こそ4通過5000が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。どうにくっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけどコーナーで負けてる。けどこのポジションだ。5000の挙動は丸見えだ。 早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。 本当に大丈夫なの？ 分かんねえよ、そんなの。 藤原次第だ。 さっき心配ないって言ったじゃん。 動力戦は全長25キロの比較的短いです。 先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。 後半の戦闘は藤原なら十分チャンスがある。 ケイスケ、俺たちにできることは何もない。 藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。 ノブヒコが取った。 関西最速のダウンキラー。 犯人一世を完全に抑えてる。 まさか。 そういうことなのか。 まもなく4番線のロブヒコが前だ。 本当だ。 よし、いいぞ。 抑えてる。 行け。 なんだ。 ロブヒコ じゃない。 どういうことなんだ。 ゴールまであと2日。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。 いられないよ、ついていくだけでもギリギリ泣いてたけど、時々妙にルーズな突っ込みをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上の突っ込みができなかったんだ。車両重量は軽い方が少ない。しかしですね、レールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくてやりやすい。ある程度の重量が多い。 ブレーキングではフロントに荷重を移し、粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を移させ、粘着力を強くする。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点。多くの関係は上り勾配が非常に弱い。ケースとの通常時のアドバイスもこういうことだった。あるなんだ。チャンスは白楽、ここしかない。 願い事を叶えてあげるか。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。 ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。